こんにちは、ナコードハッピー結婚しようチャンネルです。いつもご覧くださりありがとうございます。このチャンネルではこういった結婚、婚活、恋愛心理学のことをたくさんお話ししています。話の内容が参考になると思ったらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。月曜に結婚、婚活、恋愛心理学のお話を、また水曜、金曜、日曜には近隣の史跡やパワースポット、博物館やデートスポットなどたくさんご紹介しています。結婚しようチャンネルで YouTube 検索して他のコンテンツもご覧いただければ嬉しいです。今回は本当に結婚したいですか、結婚相談所の選び方5選というお話をお届けします。2年ほど前の YouTube を始めたばかりの頃に、あなたは結婚したいですかというお話をしたこともあるのですが、この時は障害未婚率などのお話をしました。今回はね、私の YouTube 配信にいただいたコメントなのですが、20代女性です。結婚はしたいと思っているのですが、どこの相談所に行ったらいいのか分かりませんというね、傾向のご相談をいくつかいただいたので、その質問についてお話ししていこうと思います。最初何人かね、同様のコメントをいただいた時に、私の感覚では正直マジですかって、ググれば結婚相談所ってたくさん出るでしょうにってね、最初は私はそう思っていたんですが、そういうね、思考にならない消極的な方や難しく考えすぎの方もいるんだなって思うので、恋愛ね、初心者の方のために順を追ってお話ししていこうと思います。1、結婚相談所の選択、どんなところを選んだらいいのか、サポート、システム、料金を確認、在籍会員情報を見られるところ、カウンセラーとの相性は大事、カウンセラーと真摯に向き合う、こんな内容のお話をさせていただきますので、ぜひ最後までご覧ください。コメントをくださった方たちは、どんな結婚相談所を選んだらいいのかわからないという意見と、結婚相談所でね、過去にこんな思いをしたことがあるというね、そんなご意見が多かったのです。どんなところを選んだらいいのか、こんなね、ネット社会ですから、近隣の結婚相談所というワードでね、ググれば候補がね、いくつか出ますので、その中からね、ホームページサイトを参考にしましょう。例えば遠方でも片道1時間以内に行けるところを選択した方がいいでしょう。必然的に事務所に足を運ばなくてはならない機会が出てきますので、そこをね、考慮したら、それほどね、遠方の相談所ではない方がコスパがいいです。過去にね、 YouTube ライブを見に来てくださる男性で、直近のね、結婚相談所が片道3時間という方がいらっしゃって、その方には職場にね、女性がいるかどうかを聞いたら、職場にね、いらっしゃるっていうので、職場でね、見つけるのが一番いいってお伝えしたくらいです。最近はパソコンでね、完結する相談所も多いですが、カウンセラーはプロですから、コミュニケーションが取れるところを選択した方が恋愛初心者には絶対有利です。サポート、システム、料金を確認。結婚相談所の契約は大概1年契約ですが、中にはね、2年契約を謳っているところもあるようです。2年の方が有利かっていうと、必ずしもそうとは限りません。実際にうちの支部で成婚になった会員さんでは、1年以内に決まっていく人は成婚者の9割方が1年以内でしたから、契約期間はね、それほど重要ではないと思います。料金体系は本当に様々です。料金がね、お高いから成婚料が高いわけではないですし、一方ね、低料金だから成婚率が低いということもないと思います。また総会員数が多いから成婚率が高いとは限らないのがこの業界です。いくつかのね、相談所を比較して選択するのがベストだと思います。在籍会員情報を見られるところでね、過去に他のね、相談所に在籍経験のある方から聞いたね、お話では、正式入会しないとどんな方がね、在籍しているのか見せてもらえないシステムのところも意外と多いそうです。私が加盟している結婚相談所は、新規相談の時に男女のね、ファイルがあって、それを見てもらって、気に入ったね、相手が複数人いるようなら正式に入会手続きをしていただくというシステムなので、10年以上前ですが、ファイルを見てね、入会せずに帰られた男性会員さんもいらっしゃいました。もしもね、在籍者を見て結婚したいと思う人がいないとか、結婚したいって思う人がね、著しく少ないようなら、私はね、入会を勧めません。そんなケースはね、
婚活する意義がないって思っているからです。もしも相談に行った結婚相談所が在籍者も見せてもらえないところだったとしたら、入会手続きをねしないで変えられることを強くお勧めいたします。カウンセラーとの相性は大事。婚活を進めるにあたってカウンセラーとの相性って意外と大事なんです。強いて言えば、このカウンセラーとは馬が合わなそうだって思うような場合はね、個人の相談所ではできませんが、大手相談所の支店などの場合だと、複数人のカウンセラーが在籍している支店みたいなところだと、担当カウンセラーを変更することもできるので、そんな時はそうするのがベストかもしれません。相性がいいカウンセラーとはお話が弾みますし、話しやすくて何でも話せる感じになりやすいです。そうすればカウンセラーも会員さんの気持ちもね、つかみやすいですし、アドバイスもね、さらに的確になることでしょう。カウンセラーとね、意思の疎通がうまくいっていると婚活でもいい方向に行きやすいです。万が一のトラブルなどの対応も、自分のね、立場や希望がカウンセラーに伝わっていれば、大きなトラブルになる前に未然に防げたりするものだからです。恋愛がね、絡むと誰でも感情的になりやすく、最初はね、ちょっとしたことが思わぬトラブルに発展することもあり得るのです。カウンセラーと真摯に向き合う。私を含めて大概のカウンセラーは、自分のね、ところの会員さんに早くいいご縁が見つかるように心を尽くして考えてくれると思います。だから自分のね、希望も含めて自分のね、状況をきちんとカウンセラーに伝えておくことってとても大切で、後々その方が絶対に有利なんです。私が加盟している相談所のシステムは、お見合いが組めた場合はね、女性の所属支部に他の支部の男性会員がお見合いに出向いて、事務所で顔合わせで少しだけね、世間話をして、すぐにね、男性の車で近隣のレストランへ行って約ね、90分くらい食事をしながらお話をして、その相手とのね、交際を検討するという形です。で、帰りはね、女性を支部へ送り届けるというお見合い形式です。あなたのね、好みの方がもしね、別の違う会員とお見合いをしたとします。その時あなたの好みのね、傾向をカウンセラーがきちんと把握していたら、例えばね、 B 子さんがお見合いした A さんっていう男性がいたとします。でね、そのお見合いは交際へ進まなかったとしたら、この時のね、お相手の A さんが B 子さんよりもあなたのね、好みに合いそうだって分かれば、きっとね、お見合い相手を選ぶ場面でカウンセラーが A さんをおすすめしてくれます。私を含めてですが、同様のね、システムの相談所だとしたら、会員さんのね、好みの傾向を把握していれば絶対ね、おすすめしますから、実際にね、顔を合わせたカウンセラーの意見ですから、参考になること間違いないです。だからこんなね、理由からカウンセラーとの意思疎通がよく取れていて、自分のね、ことも好みもね、ちゃんと分かってもらうことって、後のね、行動にも絶対影響してきますので、会員さんがね、思ってる以上にカウンセラーとの関係って大切なのです。終わりに、どんなところを選んだらいいのか、サポート、システム、料金を確認、在籍会員情報を見られるところ、またカウンセラーとの相性が大事、カウンセラーと真摯に向き合える、こんなね、内容のお話でしたが、本当はね、結婚したいって思っている方々のご参考になれば幸いです。それでは今日はここまでで、次回水曜にはデートスポットなどをご紹介しています。また水曜にお会いしましょう。最後までご視聴くださりありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。コメントなどもいただけますと励みになります。